はい、どうも、こんにちは。沖縄パパでございます。これね、えー、まあ、二つとも、正教さんの、宅配で買ったものです。私の大好きなポエムでございます。美味しいんですよね。おまんじゅうでございます。おまんじゅう。はい。えー、中に、あのー、白あんにね、多分これ蜂蜜レモンの味と、こちらは、瀬戸内レモンの、ちょっと酸っぱいね、あんこが入っているものでございます。 はい。えー、まあ、なんというか、あちょっとね、今日は、こ,この動画はね、二つ話題をお,お伝えしたいと思います。一つはね、まあ、日本のワーホリーですね。目的が違ってきちゃってますよっていうお話です。はい。えー、平成のワーホリーは、まあ、私の若い頃からワーホリーってあったんですけど、 えーまあ、その頃はあ、昭和のワーホリも同じように語学を学ぶためだったんですよ。で、えー、平成のワーホリも同じようにね、語学を学ぶためだったんですよ。はい。みんな勉強しに行ってました、ワーホリに。で、これワーホリってとってもいい制度でね、アルバイトできるんです、現地で。なんで、えー、学費をね、アルバイトしながら稼いでね、自分で勉強して身につける。 っていうのがあ、まあ私、あの、あるべき姿だと思ってるんですよね。で、英語を勉強したいんだけど、なかなかね、えー、難しいよねって方ですよね。お金ないしっていう方、年齢が若ければ、バーホリーで、えー、まあ、なんていうのかな、自分のアルバイトをしたお金でね、英語の学校に外国のね、 英語の学校に行って、で、そこでね、現地で生活すると、毎日英語ばっかり聞く羽目になるので、えー、英語できるようになるんですね。なんで、これがね、あのー、まあ、あ昭和とかね、平成のワーホリだったっていうことなんですけど、今とっても残念なことが起きてます。はい。何が残念かというと、このワーホリですね、稼ぐために行ってるんですよ、皆さん。 勉強はありません。稼ぐためにワーホリに行くんですよ。どうなんでしょうかね。背景主義が日本にもはびこってるってことです。日本じゃ稼げないからね。じゃあ、ワーホリ、うん、ね、自分若いからワーホリ行って稼ごうって言って行っちゃうんですけど、でもね、こういう人たちって失敗するんですよ。はい。 えー、どうしてかっていうと、海外も景気悪いからです。景気悪いんですよ、海外もね。なんで、何か特殊技術があれば別ですよ。稼げますよ。えー、看護師の資格持ってるとかね。えー、まあ、マッサージ師の資格持ってるとかね。えー、何かね、あれば、現地でも不足しているね、技術ですね。そういったもの、電気、 電気関係のね、工事できるよとかね、えー、そういった資格を持ってればワーホリは成功しますでしょうね。こういう方たち、稼げると思いますよ。はい。でも現地でもね、あのー、わかると思うんですけどお、レイオフです。レイオフの嵐でございます。なんでね、お金目当てで行ったワーホリの人たちですね、えー、無残な姿で帰ってきているっていうのが、 ああ、よく、ちょっと前に報道されてました。目的あって行くんだったらいいんですよ。どうしてもね、日本の環境じゃね、英語が学べないから、あきちんと言ってね、身につけたいって言ってね、行くんだったら、あまだ納得できます。はい。えー、人生こうであるべきだと思います、私は。工学心がないとね、あのー、人間ね、 えー、どんどん堕落していくなって思っております。今の令和の人たちですね。えー、若い人たち、責、えー、めるわけではないんですけど、おもうちょっとお自覚を持ちましょう。はい。えー、できちんと紙の本でね、えー、勉強しましょう。はい、えー。身につきます、その方が。はい。個人的なことですけど。身につきます。 はい。まあ、そういうことです。こちらの記事ね、あの、下の概要欄の方に貼っておきますんで、えー、よろしくお願いします。それからもう一つ、あの、いろいろな方からね、ご質問いただいてます。えー、おばばんとこはどうしてますかっていうね、えー、猫ちゃんの、猫ちゃんの和の問題でございます。猫ちゃんの和でございますね、えー。実はですね、私、あの、もう6年、 ぐらい前かな ?6 年か7年ぐらい前なんですけど、今からね。6、7年前なんですけど、えー、海外で、えーまあ、お仕事をするというお話があって、行く準備をしてたんですよ。で、その時どうしてもね、猫たちも連れてあん、まあ、行ってね、えーまあ、一緒にね、渡航しようと思ってたんで、えーまあ、渡航条件の中に、えー、和輪があったんです。はい。輪をしないと、 猫たち海外に行けないんですよ。だから、あーその時一回だけ和をしました。はい。でもちょっとその海外で働くというのをちょっと流れたんですけどね。はい。流れてしまったんですけど、まあそういう事情があったんで、一回和をしております。はい。えー、3匹ともね、えー、連れて行く。まあ2回ですよね。はい。2回です。和をしないといけなかったんで、 ええー、まあ、もう7年前なんですけどお、しました。はい。まあ、そういうことでございます。まあ,あ、とりあえず大丈夫です。あの、生きてますんでね、今でもね。<laughs> はい。えー、まあ、うぎゃさんはまあ、お年もお年だったんで、えー、まあ、和をしてから5年ぐらいかな。はい、目に、ちょっと亡くなってしまったんですけど、えー、まあ、21歳だったんで、えー、うんぎゃさんね、まあ、お年もお年で、で、しかもね、私の、 まあ、亡くなってしまった原因が多分、死へですね。持ってきちゃった死へが原因だと思うんで、これは私も非常に反省しております。で、もってですね、あのー、和について興味深い動画がありました。えー、獣医さんの動画です。この獣医さんは、ああ、いわゆる半和の人ではありません。半和の人ではありません。はい。半和の人ではないですけど、 非常に興味深いことを言ってます。人間の輪はね、やった方がいいっていう、あの、そういった配信も後半にあるんですけど、でも猫ちゃんのに限っては、毎年必要ありませんっていうこと言ってます。えー、実は、これ国際のね、国際猫の和の学会みたいなのがあって、そこでね、出た結論なんですけど、えー、3年以上開けること。これがいいそうです。 和の間隔は3年以上空けてくださいと。えー、どうしてかっていうと、その、一つ一つ、まあ、今後はですね、今後はです。今後はなんですけど、3つ、三種混合の場の場合は、一つ、一つのその、お病気ですわお。お病気ですね。それは3年,3年以上効果があるとなってて、あと2つは7年以上効果があります。1回やって。 てしまうとね、はい。えー、なんで、えー、和はね、えー、室内で飼っている限りは、あ、頻繁にやらなくてもいいですよっていうことを言ってます。はい。3年以上開けてくださいと言ってます。はい、和。はい。えー、そういうことです。まあ、外に出るね、外猫さんとかは、まああ、やった方がいいとは言ってますけどね。 えー、まあでも、外猫さんは病のキにかかるよりも、交通事故になってしまうね、可能性の方が高いんで、えー、できたらあ完全室内外にね、してください。猫ちゃんね、近眼なんですよ。近眼なんで、えー、自分の目の前のものって割と見えてないんですね。えー、でも遠くのものは見えるんですよ。まあ、遠視などかなはい。 遠視で動体視力はいいんですけど、えー、近くのものが見えないんですね。なので、えー、交通事故に遭う確率が非常に高いんでね。えー、まあ、何て言うのかなあー。そういうことで、あのー、 室内外にした方がよろしいと思います。あと、ペット保険ですね。ペット保険なんですけど、これがね、もしそういった感染症に室内外をしててなってしまった場合、和を毎年してないと保険が降りないっていう、そういう落とし穴があるみたいですね。でもね、多分ね、えー、なんて言うのかな、あのー、和ですね。 ワーをしていなくても外に出さなければ、そもそもそういう、あの、肝の染症にかかる確率が、猫ちゃんはほぼほぼありません。はいえ。そういうことでございます。なんでね、あの、猫ちゃんのワーについてのご質問なんですけど、私はね、まあ、あちょっと事情があったんで、えー、7年ぐらい前に、えー、3匹に2回ずつ輪をしております。 はい。えー、まあ、海外に連れてい、行けないんでね。まあね、えー、しょうがないですね。こればっかりはね。えー、そういう。 そういう決まりなんですよ。証明書が必要なんですよ。和をしましたよっていうね、証明書がね、海外に連れて行くためにはね、ペットもなんで、えー、まあ,あ、その時はしょうがなかったんですけど、もうそれ以来は全くやっておりません。はい、猫ね、うちの猫たち。でもって、えー、ちゃんとした獣医さんです、この方。はい、ちゃんとした獣医さんが、 あまあ、そういうことを言っております。えー、いわゆるそういった学会で発表されたあことは、わはね、猫は3年以上空けるようにと。で、えー、まあ、あの、いろいろね、病のキーですね。病のキーは、3種混合の場合は、1種類はね、3年以上。 え、効果が持続し、一回やればね。で、えー、あとの二つに関しては、七年ぐらい持ちますよって言ってるんで、まあ、七年、八年は全然問題ないと思いますよ。それから、まあ、外に出さなければ、やらなくても私はね、関係ないと思います。はい。外に出さなければね、あの、もらってくるってことないと思うんで、わかりますよね。 はい。えー、外に出て他の猫たちとこう、じゃれあったりするから、こう、なんかもらってきちゃうんですよね。なんで、えー、もらってきたりしません。あのー、家で、えー、家の中でね、飼育してる、完全にね、家の中だけだったら、貰ってきませんので、まあ、この辺はね、あのー、 わかると思いますえ。こちらの動画ですね、えー。ちなみにこの先生、本当に半和ではなくて、どちらかというと和を推奨している方です。はい。えでも、こういうことを言っているというのは、非常に興味深いと思いませんかはい、えー。そういうことなんですよ。この方、どちらかというと人間に関してはあ、和をね、どっちかっていうと推奨している立場の方ですけど、でも猫の和に関しては、 あーね、今言ったような、まあ、3年以上空けた方がいいですよっていう見方でございます。これは、何て言うのかなあ。いわゆる検証結果ですね。えー、国際的なそういったニャンちゃんの学会で発表されたことでございます。はい。 えー、まあ、この方が言うにはね、ペット保険もね、えー、必要ないと思うっていうこと言ってます。私もお、家の中で買う分にはね、家の中で買う分には必要ないと思います。あの、温度管理とかきちんとされてね、熱中症にならないように、えー、まあ、冷房とかね、きちんとしていれば、あまあ、ほぼほぼ、あの、ペット保険を使うことはございません。はい。 えー、なんで、あのー、感染室内外の場合は、まあ大丈夫だと思います。あとね、猫、猫ちゃんってどうしても年取ってくると腎臓をやられちゃうんで、水あんまり飲まないんでね。えー、なので、まあ年取ってきたら、まあそこそこ工夫してね、あのー、どうにかして水分をいっぱいあげられるように、えー、してください。まあ、ウェットフードに変えるのもいいと思いますしね。はい。 えー、まあそういうことで、えー、あと、まあ、年をとってきたら、あ猫ちゃんは、えー、ちょっと気をつけてあげましょう。はい、水飲み場ね、うちは2箇所作っております。水飲み場ね、えー、いつでもお水が飲めるようにね。はい。まあそういうことですね。皆さん本当に、あのー、まあうちの猫もね、もうシニアなんで、えー まあ、うぎゃさんは21まで行きましたけどえ、この子たちはもう今年12歳になりますんでね。はい。えー、なんで、えー、まあ、えー、気をつけて、えー、見てあげたいと思っております。はい。まあ、そんなこんなですね。ちょっと質問にお答えでした。後半はね。えー、まあ、本当ね、あのー、 ダメですよ。人間、向上心を忘れてはいけません。はい。えー、いつも私、そのように心に明記して生きております。はい。そういうことです。えー、で、まあ、猫ちゃんのことはね、えー、気をつけてあげましょう。本当に。あのー、ね、あのー、大事な家族の一員ですからね。えー、とりあえずこちらの動画も貼っておきますね。はい。えー、猫ちゃん飼ってらっしゃる方、どうぞ、見に行ってください。 よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。